グーテンアーベント深夜の動画アップです。ライカです。昨日か一昨日アップした久々の動画で、森崎にやっぱり勝てないみたいな展開があったんですね。でそれを見た方からナポが今最強ですよっていうコメントをいただいております。みんな教えてくれてありがとう。本当に正直ね、ピエールが取れたらナポレオンも課金してね、バトルパスで取ろうかなって考えてたんで、放置してたんですよ。ピエール取れなかったんでね。今回情報をいただいて急いで取ってきて育成したので、とりあえずね、ランダムマッチで動作チェックをしたいと思います。さあ、ランダムマッチ当たりました。今日はね、試したいことがある。お主やるの。よし。くそ。はっはっ。負けるか。わしが相手だ。遠慮なく行くぞ。相手の通信が遅い。行くぞ。シュートか。この距離とこの角度で。よし来い。いやー、さすがにこれは勝ってるよね。まあ威力は負けてるとしても、よし。よっしゃ。自動パス勝った。行くぜ。ただね、これコブも何もついてないんじゃないか。よし、まあいいだろう。ちょっと通信遅いのだけどうにかして。負けない。行くぞ。勝負の時間だ。集中していくぞ。遅いね。まともに勝負できない。まあ勝ってるんだけどね。どうせね、ドリって翼に渡そうって算段だろうが。お前はこのフェイントで軽々抜けるんだ。そうはいかない。さあ、これカルツブロックが来ましたので、ちょ、一回落ち着いて。ドリドリドリです。ドリドリドリです。中盤を制した者が勝つんだ。ドリドリドリです。はいはい、おはよう。よっしゃ。くそ、カルチダメなんだ。おっせんだよ、通信がよ。ふざけんな、てめえ。遅い。相手は僕がさせてもらうよ。遠慮なく行くぞ。ここ終わってんだよね。絶対に負けられない。通信遅いのマジやめてくれない。いや、ミカエル虹だ。ミカエル虹で勝負だ。よし、わかった。すいません。虹。ふざけんな、お前。押せんだよ、通信がよ。くそ。ダブルアシストフルメタルファントム。いや、まともに戦えない。何、こういう作戦なの。腹立つわ、マジで。いや、遅い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 
よし来い。ああ、何、この俺が失点2ということはありえない。いや、今日はね、ナポの実験がしたいんですけど、これ林にデバフをかけないといけないんで、シュナイダーを入れますね。ごめんな、ナポ。でね、最近この、なんだっけ、若林に 81% ぐらいバフが乗ってることが多くて、で、私のデバフもちょうど 81% なんですよ。ただ、このシュナイダーを入れることで、デバフが86までかかるんで、林をね、マイナスに持っていけるんですね。っていう風にしないと、俺が決めてやる。勝機がなくて、俺はこの試合限りで、おい、森崎に変えんじゃねえよ。おい、変えんじゃねえよ。腹立つわ。なんなのこいつ、遅いんだけど、本当に。ねえ、遅い。負けるか。行くぞ。はあ、遅い。くそ。なに。それ。来い。勝負してやる。相手は僕がさせてもらうよ。かかってこい。遠慮なく行くぞ。ブロック、パスカット、パスカットで行くぞ。あ、もう終わった。ドリドリドリだこれ。くそー、行くぞ。くそー、すぎる。あっ、そう、ドリ。なんでこんな、なんでもマジでイライラしないといけないのね。クソすぎる。あっ、そう、ドリ。クソすぎる。来やがれ。遠慮なく行くぞ。いやー、これね、打つしかないと思うんだが、ただね、ブロックしてもまあどの道取れないですけどね。こっち。ダブルアシストフルメタルファントム。いや、み、全力溜まった。ミリ溜まらねえと思ったけど溜まったわ。いや、本当に遅いのだけどうにかしてよ。さあ、須田さんね、渾身だから威力はだんだん落ちてるんで、いや、さすがにこれは優勢取れると思うんですけど、は、おっそ、虹だ。任せろ。このシュートは俺が止める。あー、なに。行くぜ。はい、やばい、チェスが強すぎる。いや、この騎士団、読み勝ちマスター多くね。まあ最近わかる、読み勝ちをね、入れとけばいいんだよ。行くぞ、カルツ。ちょっと落ち着いて。ちょっとワンツーしてもいい、ここ。落ち着いてワンツーしろ。よー、それそれでいいんだ。まあ決まらないだろうけどな、これは。よし来い。相手全力だし 0% かな。はい、よし。やあ、うわっ、お前さ、その加水回線直してから来いよ。わしとしたことが。さあ、ランダムマッチにやってきました。本日ね、ナポを試したい。ナポできたら森崎がいいんだけど、森崎、よーし、よーし。いやー、アイテムナポいるわ。終わった。
終わったー。しかも3バックの3人そいつらマジ厄介なんですけど、ふぅ、よし来い、行くぞ。あー、これは勝てないっすね。これ勝てない。行くぜ。はっはっ、何、翼かな。翼の場合はブライアン前に出てもらうわ。いや、そこ、よし来い、わしが行く。カルツコブね。てかこれランダムマッチもさ、あの BCS の BGM なってんじゃん。いいだろう、相手になるぜ。相手は僕がさせてもらうよ。行くぞ。ナイス、ナイスラム。俺がいたのがお前の不運だ。勝負だ、行くぞ。火の玉プレスだ。なんでなん、なんでなんね。いいだろう、相手になるぜ。相手は僕がさせてもらうよ。勝負だ。行くぞ。よし、髪狩り取ればよくて。よし、それでよくて。勝負だ。抜かせはしない。わしが相手だ。行くぞ。これカルツタックルか。じゃあ行くぜ。それはっ、あ、そんな、そい、クライフォード、いや、全員で行けば止まる、全員で行けば止まる。くそ、いやトラムで止まる。よし、オッケー、いくぜ。それ、いくぜ。来い、勝負してやる。勝負の時間だ、集中していくぞ。いくぜ。ほら、ち、うわ、よし、よっ、よっしゃ、ほっ、ちょっと間違えたよね。ブレイ、ちょ待って。ドリブルしてブレイクショットするわ。さあ、勝負はここからだぞ、みんな。いや、これでまず抜いて、ブレイクショットの吹き飛ばしに、吹き飛ばしにかける。吹き飛ばせ。いや、よっしゃ。これよ、これ。それでいいんだ。よーし。よし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 。時間切れにし。
こうなるとですね、マーガスで決まる確率が低くなるので、シュナをまず入れた方がよくてね、シュナでデバフを 5% かけるんですよ、まずね、日本選手に。で、あとどうする、あとは結構攻撃の起点になるので、あとは抜けないかな、あとはもう無理かな。まさかのマーガスを、まあ今日はね、ナポのテストなんで、マーガスを外していこう。これいい、これでいいんだ。俺が決めてやる、誇りにかけて。いや結構ね厳しいけど、起点を作れればね、取れなくもないぞ、ナポに渡せれば。よし、こっちスタートで、ナポにさえ渡せれば、行くぞ、止めてやる。まずコブをかける、それでいい、まずコブ。行くぞ、よし来い。惜しい、すごい惜しい、すごい惜しい。うまっ、行くぞ行くぞ。いったんちゃうか、さあさあ、行くぜ。よし、切り抜けてみせるぞ、かかってこい。いやー、じゃあパスしたらよかったまあどの道ね、取られてるかもしれんな、これだと。そいつ、わしが相手だ、来い、勝負してやる、俺が止める、行くぞ。ゾウさん、行くぜ。よし、止めた。よし。よし。くっけ。今日は敵同士だな、カルツ。なんだよね今ラインを上げたんだよね。行くぜ、よし来い。もうここでいくね、ここでいくね、集中していくぞ。タやばい、来た、行くぞ。高いんですね、ごめん、高浮きつけてくればよかった。コブが2つもついてるのに、勝負だ。やばい、高いのいるわ。ロブソン来んなよ、まだまだ来んなよ。それ、そうだねえ、高い。
まだ大丈夫、まだ大丈夫。なあ、け、そうだ。パワー、行くぞ。ジャンピングスマッシュボレー、キンクリー。このままダイレクトに行くぜ。シュライダー、ナポさあ、ちょっと見せてもらおうか。こんな感じなんですけど、どんなもん。こんな感じなんですけど、全力が溜まってるよな。勝負はここからだぞ、みんな。優勢取れるんだ、やっぱり。あ、はい。よっしゃー。あいつらはまだ。しすぎるこれ。よっしゃー。うますぎ。やばかった。あのカルツのさ、オフサイド引っ掛けてからカルツのフリーキックのパスでさ、ロブソンまで越したのがまずやばかったよな。でナポに高いのつけた方がいいね、これ絶対。いやー、さっきね DCS ずっと見てたんですけど、確かにねナポに高い浮き玉つけてる方いたんですよ。今のねコブとかね、あのコブか、今のコブがね2つ消えちゃったのはマジでもったいなかったんで、つけといてもいいかもしれないよね。 DCS にさ、欧州のデッキを使ってる方が2名ほどいてね、すっごい嬉しかったんですよ。すっごいかっこよかったんですよ、その人たちが。そう、そんなのに私もなりたい。